JR 北海道バス様に営業所日照線は国鉄バス JR 北海道バスが運行する自動車路線である。本校では自動車駅であるエリモ駅、派生する都市間高速バス路線についても記述する。本路線は1943年8月に本様に都市屋、歌別とエリモを結ぶ路線として開設されたのが始まりである。 日本国有鉄道の建設予定路線として、改正鉄道施設法133には、苫小前向川浦川広尾帯広間の路線があり、本路線は、鉄道線の先行という使命を有していた。路線開設にあたって、すでに、日高地区で乗り合い自動車を運行していた日高自動車を、買収するという方策をとっている。路線名は国名である日高と十勝を結ぶことからの、 命名である。第二次世界大戦が終わった1949年までに、サマニと小木武士筆行を結ぶ路線も延伸開業している。また、当路線を担当するサマニ自動車営業所は、1952年より、北海道の国鉄バスでは、初の貸切バス事業を開始している。1965年には、帯広と襟裳岬を発着する路線も運行された。 その一方、路線開設当初から行われていた貨物輸送については、1966年に日本通に移管されたことにより廃止となったが、これは北海道の国鉄バスでは最後の貨物営業路線であった。モータリゼーションの進展に伴い、路線バスの経営が圧迫されたため、合理化が行われることになった。国鉄バスも例外ではなかったが、日照線では、 道路環境が悪いところが多く、完全、ワンマン化は1983年にずれ込んだ。本路線は、鉄道会社直営のバス事業者という特徴を生かし、国鉄時代から全国版の時刻表の日高本線の、ページにも並行する、バス便の時刻を閉鎖したほか、分割民営化後に、日高本線の運行組織として、日高政務運輸営業所が開設されると、 様に自動車営業所を日高生務運輸営業所の直轄組織とすることで、鉄道とバスの一貫輸送をより強化する方策を取っていた。その後、2000年のバス部門分社化により直轄ではなくなっている。分社化後は札幌へ直通する高速バスの運行も開始された。1999年以降は、省営、バス時代から営業が続けられている。 北海道内の JR バス路線は札幌地区と鉄道代替路線を除けば本路線のみとなっている。2000年の分社化以降、本路線は一度も大規模なダイヤ改正がない状態が続いた。しかし、少子高齢化などによって利用者の減少に歯止めはかからなかった。このままでは将来的に路線全体の維持が困難になるとして2017年8月、 利用者の減少や運転手不足などを理由に、同年12月に道路線の一部を減便する計画を示した。しかし、同年9月、北海道旅客鉄道からの指摘で計画が撤回された。2015年1月、日高本線向川駅様に駅間が高波による土砂流出の影響で不通となった。翌年の台風などによって被害はさらに拡大し、 数々の復旧案が出たものの、運行再開に向けた本格的な復旧工事は行われないままとなり、2021年4月1日に同区間は廃止された。これに伴い、本路線は、苫小牧静内浦川間などを走る道南バスと、共に大規模な路線再編を行い、日高地域広域公共バスとして新たな体制で、バスの運行を開始した。静内への乗り入れや、 公別様に営業所間の運行経路の統一、浦川町内5カ所のバス停新設、急行便や特急と間も、号の新設などが行われ、通学客や通院客などの利便性向上が図られた。今後も利用実態などを把握しながら、検証と見直しを繰り返していくとしている。一般路線は、日照本線、信香線、木直線、及び襟藻線の4路線で、 2009年1月現在は3路線の中で運行系統を設定。2021年4月1日の JR 日高、本線代替バスカでは、静内浜尾木伏瀬工住前間の一般路線再開、一部旧駅、近くへ乗り入れ、浦川町内の経路など変化が見られる。様に営業所にて、様に駅前にて2021年4月1日現在、 苫小コ向イ静内間シ及び静内、浦川間の道南バス運行便については、道南バス苫小コビーラトリ、静内地区を参照されたい。全区間を直通する便はなく、以下の通り細分化されている。2021年4月1日より公別、日高振興局間で、緑町経由の新設経路に変更。乗車カードはなく、バス車内で、回数券が発売される。 札幌県で導入されているサップカなどの IC カードは使用できない。JR バスカードを札幌県での利用終了後も使用することができた。2021年4月7日時点でスマホ定期券のサービスが開始されている。通学定期乗車券など一部は道南バス運行便との共通乗車券となる。2021年4月現在、さまに広間及び疲労幸福駅及び広駅。 または、帯広空港間の片道が途中下車自由となる、南都勝、エリモトンガリロード散策切符が陶器を除き、設定される。他、JR 鉄道会社が発行し、日照線一般路線を利用可能範囲に含む特別企画乗車券は、北海道フリーパスが設定される。様に駅様に営業所前間を現金に、 限り100円で乗車できる施策を行っていたが、2020年5月1日より、通常運賃に戻された。いずれの路線も、予約定員制。JR 緑の窓口、JR 高速バス予約サイト、高速バスネットでの予約、発券はできない。各種バスカード類や特別企画乗車券など、一般路線向け乗車券では利用はできない。同一市内相互間、向川町。 日高館内、広町総合館のみの利用はできない。高速エリモ号 JR 札幌駅浦川、役場前館は、道南バス、高速ペガサス号と競合する。乗車券は共通では使用できない。浦川町役場、さまに駅、さまに小学校通り、さまに営業所の4停留所に限り、札幌行の校舎とエリモ行の乗車も取り扱う。 浦河町役場は2018年8月1日より停車開始し、当時道南バスが運行していた特急日高優春号との接続が考慮されていた。高速広尾サンタ号札幌行は JR 札幌駅の後、時計台前、札幌ファクトリーまで運行する。2004年4月29日に同年9月30日までの予定で運行開始。以降、運行期間の延長や、 停車停留所開廃を経て、2005年10月1日より、定期運行を開始した。2021年4月1日運行開始。日高本線部分廃止に伴い、様マニ駅で列車に乗り継いでいた時と同等の時間で、結び、広域の通院や買い物等の利便性を向上するために新設された。JR 日高本線向川駅様マニ駅間の廃止に伴う路線再編により、 道南バスで運行されていた同盟の路線を2021年4月1日付で引き継ぎ、同年4月3日より運行開始。道南バス運行時に行っていた苫小牧方面との接続は考慮せず、南地と西北口には停車しない。土日祝日のみ運行。2005年より繁忙期限定で運行開始したが、2017年度より利用者減少、等により運休中。 エリモ城東部、広町川において、国道336号黄金道路の整備や、帯広広自動車道の延伸が順調に進み、帯広市経由による自家用車利用に転移したものと分析されている。エリモ城の中心部にある自動車駅。1998年10月限りで、窓口業務は終了し、その後駅舎も建て替えられて、待合室のみの簡素なものになったが、 現在も札幌方面の高速バスが発着する町の中心的なバス停留場である襟も町本町650付近に所在。コンピュータボードゲームの桃太郎電鉄シリーズでは鉄道地図をモチーフにした盤面の地図に襟も駅という物件駅が存在する。襟も駅に関するカテゴリーありがとうございます。